下の塔に住むロイヤルキャスター、アルハンギリスクよ。魔王を倒せる魔法を学びたいの？その決心いいわね。さすが、勇者と呼ばれるだけはある。では、私もそれに見合うだけの誠意を持って、厳しく教えてやるわ。さあ、今日の修練を始めるわよ。魔法への探求は、一刻たりとも気を緩めてはならないわ。魔法の研鑽の楽しいところは、歴史の積み重ねを新しい手法を用いて組み直すことにある。やるわね。近いうちに、共に魔法の根源を探求できるほどの存在になれるかもね。魔法の秘宝をより深く探求するためには、基礎が必要よ。まずはここの蔵書すべてを頭に叩き込みなさい。この浮いているもの？これは最近たまたまできたプレゼンの魔法よ。実用性はないけど、まあ新しいものを追い求める道筋に無駄はつきものね。今日の予定は、あなたの魔力の限界を見つけること。水を生み出して、それを凍らせて氷弾にして、洗練者！あら？始める前に、もうやる気がなくなったの？研究が終わったら酒場に行きたいの？もちろんいいけど、ポルタバーたちじゃあるまいし、ボッカだけを注文するのはやめてよね。新しい魔法を勉強したくなった？待って！あなた、まさかここで？私、今はあなたの先生役よ！魔導ギルドから新しい任務が通達されたわ。修練の成果を試すのにちょうどいいわね。任務報酬の受け取り確認よし。うん、順調に進歩しているわね。勇者様宛てのメールを受け取ったわ。中身を早く確認して。お疲れ様。あなた、魔力の制御は想像以上ね。どうやら評価を改めなきゃ。緊張しないの。まずは紅茶でも飲んで落ち着いて。指揮官失格よ。鍛え直してきなさい。礼を尽くそうとしてくれるのはありがたいけど、今あなたの前にいる私は単なるレディーではなく軍人なのだから、あなたもあなたで指揮官らしく振る舞いなさい。なんだか疲れたわ。あら、指揮官。あなたも最近は激務になっているようじゃない。無理するんじゃないわよ。なかなかの集中力ね。さすがは私が見込んだ指揮官。シャキッとしてなきゃ私の未来を託すわけには。あ、今の聞こえてた？魔王討伐パーティーに入れたい？しかも、相談ではなく、命令で？先生にこんな頼み方で頼むなんて。さすがは私の弟子ね。このアルハンギリスクをパーティーに入れたからには、主導権をずっと握れるなんて思わないことよ。
いい心がけね。こういう時は軍人ではなく、レディーらしく、じゃなくて、指揮官の行為に応えてあげるわ。はい、喜んで。私の未来、しっかり抱えておきなさい。委託組の帰還を確認。港まで瞬間移動できる魔法？そんなのないわよ。今度はちゃんとした近代化改修かしら。戦場を滑るのはこの私よ。私の勝ちよ。最初から疑いようがなかったわ。やっぱり魔法使い役は私じゃなく、リベンジの方が合ってるんじゃない？体力を使わないって意味で。革命的な剣さばきってね。整備不良？そんな。